はい、それでは今日今回の選挙はですね、史上初めて、衆議院選挙で293全選挙区小選挙区ですね、295の全選挙区で小選挙区で原告が立って、そういう意味では裁判が295今一斉に起こされました。私たちは今度の裁判というのは大変な裁判になって、結論的には過半数10人の裁判官は違憲という判断をする、それもう社会的混乱という理屈もつけられないから結局違憲無効。じゃあそれで大騒動になるかというと、それは解散と似たようなことが起きるだけで大したことはないということになるだろうと予測しております。